こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちら、リッケ、ナチュラル、白リッケってやつですね。を手に入れてしまいました。という動画をお知らせしたいと思います。もうテンション上がっちゃって、申し訳ないんですが、こちらは付け替えわばりのセットなんですが、開封していきたいと思います。 もう先に開封しちゃってごめんなさい。えっ、ー、と、こんな袋に入っていました。寺井さんの方なんですが、えーと、検品のため開封させていただいておりますのでご理解くださいませ。おそらくこの中をもう開けちゃってて、で、えっ、ー、と、ちゃんとつながるかどうかをチェックしてますよというのが入っていました。えっ、ー、と、インターチェンジャボロー <laughs> チェンジャブルサーキュラーって書いてるってことは、えー、と付け替え輪針なのでこうリッケでもねつなぎ目のところスルッとしててすごい気持ちいいんですが付け替え輪針となるとそこがまたね引っかかったりするとすごく、えー、輪針で編む時に気になると思うのでそういうのをチェックしてくださってるっていうことですね。で リッケを海外からこう取り寄せてもいいと思うんですが、チェックしてくださってれば、それを英語とかで喋らなくてもいいし、えっ、ー、と、すごく楽なんじゃないかなと思います。ナチュラルでいいのかなこのスペルもね。メイクハッピー。リッケもなんか幸せとかいう意味のフィンランド語かなんかでしたよね。で、バーチウッドにニッティングニードルセット。バーチウッド。 ののものですねで今回私は5インチのニードル1 3ンチっていうのかな1 2 5センチくらいの長い方のセットを手に入れましたでまだ開けないっていうね <laughs> えっとこんなのが入っていますえっ、ー、と12種類12種類入っていますえー、まあミリで言うと3.5ミリから12ミリのえっ、ー、と12個 で、えーまあ、US サイズでいくと4号から17号ということになりますね。私がよく使うのはこの4号の2、えー、本取りとかで靴下で編みたいなと思っています。伊賀屋さんの靴下とかね。であとこの 3.5mm でソックヤンとか、えー、とコットンストレッチとかストレッチのウェア編アむ時にこれ使ってみたいなと思っています。で えと太い糸でこう編むのも好きなんですよ、ね、あとなんだろう,こう細い糸を太い針で編むと中がこうすこう透けてね透かし編みみたいになるんですよねただ編むだけでなのでここら辺もねあったらいいなという感じです 12mm まで入っているっていうのもちょっと魅力ですねそしてコードが6 0ンチのが2本で8 0ンチのが2本1 0 0ンチのが1本 なので、えっと、このコードにこの針をつけるとその長さになるということですね。でアクセサリー、えっと、2つのコネクターがあるから例えば 100cm と 80cm とを2つつなげることもできるのかな ?3 本を2箇所、うん、できそうですね。そしたら 260cm にもなりますね。えっと例えば大きい寝袋みたいなのをえー マジックループとかできそうですね <laughs> そんな必要性はあるのだろうかで4つのキーこれは、えっと、閉める時のものですね鍵みたいになってるからキーって書いてるのわかるような気がするでストッパーが8個ついているということで例えば両袖をこのコードに挟めておいてストッパーを2つ2つあまだ2つ余るな結構使えるなということになっていますあで ネパールで作られているというのもちょっと面白いなと思って、ここも読んでおこうかなと思います。では、開けてみます。でね、これこう、しばらく取っておこうと思って、これがね、何が入っているかっていうのをね、わかるように。あ、裏ですね、これ。立景、この茶色い感じでゴムみたいなので、ラベルがしてあって、今回は、まあ、ナチュラルというか、木なりというか、 リネンみたいなのの素材ですねあここちょっと茶色いのが入ってますね開けますじゃあゴムになっててここにはね確か何も入っていないのでこっちにちっちゃいのとか今使ってるのをこう入れてもいいと思いますうわー <laughs> あ白リッケって白いから白リッケ当たり前かでこのシーかゲる日本では使っておいたような気も その方がいいような気もするけどスローアウェイって書いてるから捨てなきゃいけないのかなえー、っとでもこのリッケつるっとしてるんですよねなので滑りがよくってで先があー丸いですね大丈夫ですね細いとさこう尖ってるのもあるけどでも木のやつだったらあなんだっけ白樺か白樺のだったら痛くないんですよね尖っててもねでえー、っとこっちから 3 5ミリですが一応ねここに書いています見えるかな4号あ太いのでお見せすればいいのかな一番太いのはこんな感じで17号1 2ミリと書いていますで こんな感じで長さも揃っています。ここもいればわかるので、でもね、ちっちゃいのでこれも取っておこうかなと思います。そして、ここがね、マジックテープになっていて、ここにこう貼って、パッと取り出しやすいということになっています。ここにこれ入れておこうかな。で、普段はここに。で、こちら、ここには、 さっき言ったコードとストッパーが入っていますね。ああ説明も書いていますね。ストッパー、このね、透明っていうのもいいですよね。私、カラーの方も持ってるんですが、透明と白っていうのが最もシンプルな色で、あの毛糸を目立たせたいときにはこ,うこっちの方がいいですよね。で、汚れなさそう。このつるっとしてるから汚れもつっ つけなさそう。私すぐ汚しちゃうのでね <laughs>。気をつけて使わなきゃっていうことはなさそうですね。で、この透明なね、コードもね、好きなんですよね。これが入っています。で、このつけ方も説明する、書いてるんですが、このキー、あ、これがコネクターですね。キーを入れて、優しく、えっ、ー、と、針と、 針をの方をくるくる回してくださいって書いてるのかな。えっともし必要だったらキーをコードの方に入れてくださいとでえっと針の方を持ってこうくるくる回してください。でこれ結構ねキーを使わずにやって ちゃっって,ても大丈夫だったんですがここの間に、えー、と編み地が挟まっちゃうと本当大変なので、えー、とちゃんとした方は気 <laughs> を使って締めるといいと思いますではではここで終わりじゃなくてやっぱり編んでみないとねということで満を持してじゃんノロケイトを編んでみたいと思いますノロケイトのクレヨン いろんな色あるので今年も何を編んでいこうかしらと思っています中から出して編んでみたいと思います <laughs> 同じような色になっちゃったなちょっと待ってくださいねちょっと外側から出してあ外も同じ色だからちょっと中から出して編んでみたいと思いますでこれ結構太い ななんだよな日本のサイズだと8から15あ US サイズも書いてますね78なのでこれを見ると分かりますね784.5か 55mm を使っちゃおうかな 5mm あこれ5.5だった 5mm 号あこれかき針と同じなんですね。まあ、日本のとあれだけどこれを使って6 0ンチの輪針でも使って何かを編んでみようと思いますあでもなちょっと8 0ンチにしてみようえー、っとこれが1 0 0チ。 こっちが6 0ンチっぽいのでこれ八8 0ンチかなこれね区別がつくようにちょっと後でマークをつけておきたいと思いますでねこのまんまここにこう入れてもいいと思うんですけど一応こ,これが破けるまでは私はこのビニール袋に入れていましたあプぷにぷにしてて柔らかいですね ではくっつけてみたいいと思いますまずはそのまんまこうしてもちゃんとくっつけることができますがキーを使ってあと握力がねこうなんかない時ってあるじゃないですかそういう時にはこっちにね滑り止めの マットを一緒にこう持ってこうするといいです。私はチャオグーのあのハートのやつを持ってこうしてしまうんですが <laughs>、こんな風にコードの穴にキーを通してで、でこれなて言うんですか、コードとつながってないというかフレキシブル動くものになっています。でも木を入れて針の方を持って。 ここもね端っこ,こを持つと握力を使わずに済みますね。で4つもあるのでなくしちゃってもまだ3つあるっていうね曲げたこともないしいいですね。私にはとても優しいですではでは編んでみたいと思います。 ノロケイトも久しぶり冬が来たって感じですね <laughs>、えー。大きい靴下にしてみようかな <laughs>。こんな感じで、一二三四五六七八ああスルっとしてますね。あここわらびマしメ。 あもっと太い針の方が良かったかもこのノロケイ糸のふわふわ感でこういう端子っていうんですかあの1個の糸がこうねじられてるものって割ったりしそうですけどここがね丸っこいので編みやすいですねあーコードが今ピューンって跳ねましたね いいですねやっぱリッケは普通の付け替えばぼりじゃないのもここがね素晴らしいんですよねで。なんか白だからかすごい輝いてる感じがします。と他にもブラッシュとかなんだろうインディゴとか持ってるけどあここわらびましめじゃなくて普通の増し目でいこう。それよりも なんかすツルツルする感じがします私はねツルツル派なんですよなんでかっていうとスピードが速い方がいいから。であの木だから軽いし冷たくないっていうのもいいですねこんな感じでわ白 <laughs> に白で編んじゃったけど。 ここ離しますよビヨーンってこうなってほらあの私の新技最近ビッて引っ張っちゃうっていう技も、えー、とリッケは引っかからずにやれていましたこのわらび増し目でちっちゃくなったところもするとどっちかっていうとなんかこう滑る糸であ針で編むとこう目落としちゃうよっていう人には 滑りやすいかもしれませんが何よりね美しいですねこの真っ白じゃないってとこもいいですねくる暗い糸を編むときに見やすいかもしれませんキャーということでえっ、ー、と白リッケを手に入れてしまったという動画でしたえっ、ー、とよかったらね私の概要欄の方にえっ、ー、と 楽天ルームがありますのでそちらから見ていただけるととても嬉しいです。このプニプニですではでは私の今まで使ってきた黒リッケの方もご紹介したいと思います。ちょっとね使い込んでてこれと並べるとすごく弱れが目立っちゃうんですけどこのスエードっていうんですかここにホコリがねついちゃってますがこんな感じで違いがありますね。大きさは一一緒緒厚みも一緒だけど でここがね、金属で、こっちが革っぽい。ほんとナチュラルなのが好きな方はこっちですね。で、こんな感じになっています。ほらなんか全然違うでしょう。で、これね、同じじゃんって思うんですけど、えっ、ー、と、これを両方手に入れたということはいっぱい編み散らかせるし、えっ、ー、と、例えば同じコードでね、あの、右と左でね、こうやってね、 こうやって編んだりとかしたら見やすいんじゃないかなって思っていますなので今年の冬はまあちょっとずつね毎月月末に上を編んでいこうかなとも思ってるしあのいろんな糸をねどんな糸を着てもあと何本取りにしてもこの2組のセットがあったら編めるなと楽しみにしています皆さんはどっちがお好きでしょうか <laughs>、ね、ちなみに えっと、こっちはね、ケースがなんか青いあ、違う、グレーか。グレーのスエードみたいなのもあったので、そっちだったらね、埃りが目立たないかもしれません。こっちはね、あの、汚さないように気をつけていきたいと思います。いやー、いいですね。私の趣味としてはこっちが好きなんですよ。でも、なぜカラーが欲し,た欲しかったかっていうと、私は、あの、なんだろう。 太さが違うのにこうパッて取ってしまいそうだからですね。あのそういうのを忘れてねあの、間違ってしまいそうなのでカラーを買ったんでした。ということで今日は白リッケも手に入れてちょっとリッチなことをしてしまったという <laughs> 動画でした。最後までご覧くださりどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。